どうも、メンジでございます。皆さんお元気でございますか？寒くなってまいりました。もうすぐ12月の声も聞こうかって感じです。最近ハロウィンがね、あんまり盛り上がらなくて、あっという間に終わっちゃって、どこ行ったの？ハロウィンシュンって感じで、かぼちゃシュンって感じで、もうちっちゃい子がいないから、うちもでかい、ね、兄ちゃん姉ちゃんしかいないんで、ASMR 見てね、ハロウィンのお菓子出てるから、セブンイレブンで買ってきてガツガツそれで食べたりしましたけどね。糖尿なのにね、気をつけなきゃいけないね。でも甘いもの美味しいねって感じ。もうほんと、あ、そうそう、それとね、この間テレビに行ったんですけど、朝一かな、 NHK の、やっぱりカテキンがすごく効くらしいですね、コロナにも。なんで皆さん緑茶、紅茶、ウーロン茶、ほうじ茶とかお茶系だったら多分いいと思うんですけど、ぜひともあれですよ、飲んでみていただきたいかなと。うちはウーロン茶ずっと飲んでるんですけどね。さて今回は、そんなね、紅茶とかお茶の好きな宮本秀さん絶好調でございますけれども、ただいま縦横無尽ツアー、縦横無尽に縦断中です。そして今回はその宮本さんのエレファントカシマシの俺の道というアルバムから、季節外れの男、これね、この曲ね、名曲です。特に俺の道の中でも他にもいっぱいあるんですよ。ハロー人生とかいっぱいありますよ。覚醒とかね、もういろんな曲あるんですけど、これも練習して分かったけど、これめっちゃいい曲やんとか思って、もうとにかく新しいね、発見がありますね。古いファンとしてもなんか、これこう聞き飛ばしてたわ、こんないい曲やと思わへんかった。難しいですね。まあもうそういうことがありので、これはもう過去にでございますんで、まあちょっとね、サクッとやってみようかなと思います。皆さんもちょっとお体気をつけてね。まあもうすぐですね、3回目のワクチンのあると思いますん でワクチン本当に人によってそれぞれ、ね、コロナですよね。うちの娘2人モデルナだったんですよ。1回目と2回目、1回目なんともなかったら、2回目はもうすぐ2人ともすごい熱出して、9度近くの熱出して、もんもんと苦しんでましたからね。いやー結構副反応大変やなと思いました。ファイザーはどったことなかったんですけどね。でもファイザーで息子さんが、まだ12歳ぐらいの息子さんがな、すごい熱出たっていう人、9度近く熱出たとしていますんでね、若い子にはまだね、ちょっと早いのかな。でもちょっとね、打っときたいよね。うちの長女障害者なんで、もう正直もう早く打たないと困るわっていうか、まあ優先してくれたんですけどね、障害者だっていうので、この大規模接種会場も、障害者さんどうぞお先にみたいな感じでね、やってくれたんですけど、ちょっと早く打ってくれって感じ。はい、というわけで今回は季節外れの男、隠れた名曲を言ってみたいと思います。記録間違えたらごめんね。
何だか分かんねえよと思いましょうけども、宮本さんがねギターでやったらかっこいいでしょこの曲ね。季節外れの音ね、ライバルで泣き友のさらば、最初のそのねビヨーンってするとこがね、今までのギターじゃできなかったのに今回のギター軸だとできるようになりまして嬉しいっすわ、すわすわすわ嬉しいっすわ。そういうわけで、まあ、今回あの俺の道から、カポニですけどね、私あのちょっとハイコードわかんないんでもうカポ入れます。あの履歴でも普通ねあのギターでもちゃんとハイコードってね宮城の通りにねコピー してらっしゃるって方がいらっしゃっててですね、偉いなぁと目コピーで覚えたっていう人がいてね、でそういう人って上手なんですよやっぱり、私よりね年数ないのね7ヶ月ぐらいしかできてるの完璧にこう弾けてるから、そのフレットの部分じっと見ながらね練習したり、ね、そういう集中力がないからね、もう夏もあギターフレットではい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 いいねいいねしんねって曲もあやふやみたいな感じがありますけど、いややっぱりあの愛こそ全て、愛があれば必死になって練習しようとしますしね、この歌好きだったらこの歌歌いたいよって言って練習するんで、なんか私ちょっと義務感に満ち満ちてるので良くないんですけど、でも今回あの俺の道からこの季節外れの音に再び出会えたら嬉しいです。いい曲だべ。他にもなんかあの勉強俺とかもね、覚醒もいい曲ですけどね、難しくてちょっと私覚えられません、ちょっと思い出せないで覚えられないという、というわけで今回はあの、エレカンテもう、ね、エレファントカシマシのアルバム俺の道から季節外れの男でございました。ありがとうございます、最後までご視聴ありがとうございます。それでは気が向きましたらですねポチポチポチっとですね、ありがとうございます、嬉しいなと思います。それよりまずね見に行っていただけるのがとても嬉しいのでよろしくお願いします。とりあえずそっちですね、見に来ていただいてちょっとまあ喋りだけこれから頑張ると思います。もうすごいそこら辺がねお願いしたいところなんです。結構割とね最近あの回数見に来ていただいて、あのフライデー以降ごめんね変な記憶を思い出すフライデー事件でちょっと言及した以降非常にねちょっと登録者数も上がりまして、同じ気持ちの方がいてくださるということを私はちょっと聞き出しやんなきゃみたいな感じですね。ということでございます。それでは今回もいろいろありがとうございました。それではメギシでございました。また次の曲でお会いいたしましょう。じゃあねバイバイ、またね、ピッポピッポ。みんな3回目のワクチン受けるかい、受けるよ僕は。